はい、皆さんこんにちは。郷土史探訪家の吉松淳二です。私はこう長崎街道をですね、ずっと佐賀お城下を西の方に来まして、今現在この高橋のところにいます。高橋がちょうど西の番所でですね、ここに釜屋口と言われて番所がありました。で、本庄江川に橋がかかっています。で、なんで高橋かというとですね、まあ、ずっとこちらで来てもらえば分かりますが、船がずっと有明海から登ってくるんですね。で、結構大きい船が来てたというふうに言われます。で、帆柱が高いんで、まあ、なるべく大きな船が通行できるようにこう橋が高くなってたんですね。なので高橋というふうに呼ばれたというふうに言われています。で、当然番所としても釜屋口としても栄えましたし、そういうふうに船が登ってきて港としても栄えましたので、高橋の周りには大きい商家や蔵の跡が残っていたりします。まあ、以上が長崎街道高橋の説明でした。はい。